今日はですね早速パスタがカメラにお尻向けてますけど、気にせずいきます。今日はパスタと塗り絵をやりたいと思います。パスタ塗り絵だ。よし伝わってないですけど、今日使うのはまずこの塗り絵と色鉛筆12色これだけですね。でパスタで、これ何の塗り絵かっていうとプリキュア、ヒーリングッドプリキュアってやつですね。ちょっと調べてみましょう。あ、ヒーリングッドプリキュアありました。一番新しいやつですね。2020年から放送しているプリキュアだそうです。で、この真ん中の赤いのが、あ、ピンクか、ピンクのがキュアグレース、青いのがキュアフォンティーヌ、黄色いのがキュアスパーク。そうですね、僕はなんかこの真ん中のピンクの一番元気そうなキュアグレースがなんか好きですね。いやということで早速やってみたいと思います。ちょっと待ってください、開けますね。僕別にあのプリキュア詳しいわけじゃないんですけど、ちょっと店頭で目についたのでこれにしてみました。結構複雑に塗れそうなんで、なんかね、アンパンマンとかドラえもんとかだったら単純じゃないですか。そういうじゃなくてちょっと面白い。お、これはいいですね。早速僕がお気に入りのキュアグレースから、キュアグレースから始まって、キュアフォンティーヌ、キュアスパークル、キュアスパークルですね。で、なんか、あれ、なんかパスタっぽい、パスタっぽいキャラクターいた、パスタっぽいキャラクターこんな可愛くないか。そんなことない、そんなことない、そんなことない。あ、これビニール、ビニール、ね、早速パスタが興味津々ですけど、ちょっと待てよ、パスタ、夏のパスタ。お、そしてこれがなんか女の子たち、これがもしかしてプリキュアに変身するのかな。違うかな、すいません、全くプリキュアのこと知らないんで。あ、取れちゃった。で、ちょっと早速全部見ててもキリがないんでやってみましょう。じゃあその早速でもうこの大本命キュアグレースから塗っちゃいましょうパスタとどうやって塗り絵をやるかっていうと、パスタにそれぞれどの色を使うか選んでもらいたいと思います。パスタくん選べるでしょうか。ちょっとやってみましょう。パスタ、あ、これ台に使わないとな。よいしょ。はい、パスタ、はい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 、じゃあまずパスタ、顔の肌の色、顔の肌の色選んで、顔の肌の色、ほら、いっぱいあるよ。顔の肌の色どれ。ちょっとアンパンマンもいいアンパンマンじゃなくて、はい、顔の肌の色選んで。今選んでます。ちょっとちょうだい。おあ、それでいい、それでいい。あ、ダメ、持ってっちゃった。マサダメマサくん、ちょっと待って、嘘、まさ、キュアグレースの顔の肌の色、顔の色、緑でいいの、まさ。しかもよだれついてる。じゃあちょっと、いやでもパスタがこれがいいって言ったんで、これで塗りましょう。あれ次肌色選んで。まさ、ダメお前食べようとしてるだろ、お前食べようとしてるだろ。あれ、ダメ、違うよ、はい、ということで、
したいと思います。これ完成してから皆さんにお見せする方が面白いかもしれないですね。確かに色鉛筆に興味津々。うわ、塗り絵なんて何年ぶりだ。小学生の頃とかにやったのが最後じゃないですかね。いや、なんか楽しいな。まず縁を取るんですよね、縁を。ちょっとこれはカオスだな。これはパスタいきなり選んじゃいけないもの選んだぞお前。ちょっと顔の肌の色ってメインですからね、メイン。いやでもね、パスタ先生が俺だって言うから、パスタお前が選んだんだよな。まず顔を塗り終わりました。よーし、第一段階成功ということで、第二段階どこにしようかな。じゃあ次は左腕の色選んで、はい、どれにする？左腕。おー、来ました肌色きた。バスター、お前分かってるな、センスあるなお前。ということで、また食べちゃうかもしれないからしまってきましょう。左腕塗りましょう。あ、でもこれ肌色っていうよりピンクかな。これピンクだな。あ、これピンク。ちょっとここの色で騙されてたけど、これピンクです。ピンク。あ、でもね、このキュアブレースはピンクがカラーだから、ピンクがイメージカラーだから、イメージカラーだから、ピンクが担当カラーだから、まあ、別に。ただ腕ってのが問題ですね。腕ってのが。よし、終わった。で、また次は右腕。これ置く場所が結構重要かもしれないですね。ということで、ちょっと見ない。はい、また右腕。パスタ、あ、でもパスタなんか自分の住処に持っていこうとしますね。独占欲みたいなもんなんでしょうか。まさか選んだのは茶色です。茶色、まあ、なんか夏だからなんか日焼けして、日焼けした褐色の肌みたいな感じで、なんか健康みたいな感じで、なんか健康みたいな感じで、なんか健康的でいいんじゃないですかね、もしかしたら。あ、パスタダメだよ。ダメパスタダメ。でも右腕はね、塗る面積が少ないんで、すぐ終わりますんで。よし、はい。次じゃあもうこれいっちゃおうかな。一番塗る場所が多いところ、髪の毛。これキュアフレーズ、髪の毛めっちゃボリュームあってめっちゃ長いんで、これすっごい重要です。ということで、パスタ髪の毛いくぞ。髪の毛見ないようにして、よしそれ選べ。
選んでます。選んでます。よりどり緑だ。ダメダメダメ。ということで、これこそ肌色きました。肌色、肌色なのかな、これ。ちょっとあの黄土色っぽい肌色、ブラウンっぽい肌色。はいはい、ダメダメダメ。ということで、まあこれ、あ、でも髪の毛が肌色。ちょっとこれちょっと時間かかるんで待っててください。早送りで。あー、これ髪の毛は毛並みに合わせて塗ってった方が良かったかもしれないですね。全部同じこういう斜めに塗ってたからちょっと立体感がなくなっちゃいましたね。そうか、グリーンって結構奥が深いですね。よし、 OK、 パスだ。じゃあ次は、そうだな、首から胸にかけてのここの部分、この部分の肌の色、これでいきましょう。パスタ、パスタ、パスタ、よし。あ、一番こっちを選ぶ可能性が、一番、やっぱ一番この端を選ぶ確率が高いみたいですね。あれ、あ、でも一番端にあって水色を捨てちゃいました。あれ、あ、でも俺が指差したから通りに行った。俺が誘導しちゃった形になりましたけど。はい、オッケー、ありがとう。水色です。あー、これは痛いぞ。これは最高だな。待ってろ、皆さん待て。よし、続きまして、あ、顔のメインパーツ、これ残ってました。口、まずは口、口、10秒口、せーの、口、まず口だ。口の色をお前のその口で選ぶんだ。口で加えたらそれってことにしましょう。こうやってね、いろいろ触ってるから。ということで加えましたね、これ。はい、オッケー。水色、2連続で水色。口も水色か、パスタ。ブルーハワイのかき氷食べた後みたいになりますね、きっと。さあ、首元に続き、口も水色です。はい、OK、パスタ。次、あ、耳は残ってた、肌で、耳。じゃあパスタ、耳、いくよ。耳結構重要かもしれないぞ、歯に少ないけど。はい、じゃあパスタ。それで、あー、加えました。はい、黄色、耳黄色。あ、これは無難かもしれないですね。肌色を選ぶ次に正解かもしれない。
これはちょっと皆さんにお見せしたい。これは正解と言えたのだろうか。早く皆さんにお見せしたい。あ、まずダメ。はい、ダメ。噛んじゃダメだよ。皆さん、次。じゃあ、ちょっと肌を全部終わらせちゃいましょう。次、左足。まず左足。左足。よいしょー。はい、左足。よーし。よし。はい、これ。はい、これ。え、黄色。左足黄色。まあ、日本人ですからね、黄色人種ですから黄色いいんじゃないですか。待てよ、プリキュラは日本人でいいのか。まあ、そこの細かい設定は置いときましょう。え、次右足、まず右足、よし、これこれこれ、緑、黄緑か、黄緑右足。シュレックみたいになってる。ピッコロだ。ナメック星人みたいな。あ、でもありかもしれない。ありかもしれない。何をもってありなのかは不明です。よし、出ましたね。髪飾り、髪飾り、これちょっといろいろな髪飾りあるんですけど、ひとまとまりで一色にしちゃいましょう。はい、つきました。茶色、これ茶色。髪飾りはでも何色でも合いそうな気がしますね。茶色でいいのか。でもマスター、これカレハを感じにまとってるようだ。じゃあもう次、もう洋服洋服全部一色、洋服それでいい。はい、じゃあ加えてこれ、おお、はい、黒、洋服黒。黒で来るか。ちょっとコンサバだな、お前。洋服黒付けっているんですかね。あ、でもいるかね。ちょっとなんか悪役みたいになってきたぞ。洋服結構塗るところ分かれてるんですけど、もう一色って言っちゃったから今全部洋服一色で塗ってるんですけど、楽しいか、ハスラ。どうした？俺の、ね、この塗り絵の音に反応してます、ハスラ。服が結構塗る場所がいっぱいある。スカートですね。あ、スカートとシャツみたいなところもあるのか。で、まずはシャツ、え、パスシャツ。まずはこうやって興味を持たせて興味を持たせてからの、はい、パスタ、シャツ、はい、これ、黄緑。あ、右足以来の黄緑ですね。シャツ。で、まず次、胸元のリボン。え、これ？はい、黒。ちょっと服とかぶっちゃった。次、パスタ。スカート。
カート。お、スカート持ってきました。スカートは黄緑。パスタ黄緑連続でいくな。シャツとスカートが同じ色になっちゃったよ、パスタ。そして右足も同じ色だから、これは斬新だな。斬新だぞ、パスタ。じゃ左手袋、パスタ。左手袋、はい、よし、もう一回興味持たせてから。でもパスタこうやってね、こうやってやると遊んでもらえると思って、こうやって興味持ち出すんですよね、こうやって。もしかしたら俺と引っ張り合いしたいのかもしれないですね。はい、じゃあ左手袋。はい。緑、黄緑とか緑とか好きな。パスタ次、右手袋選んで、右手袋。はい、選びました。はい、黒、パスタ黒好きな。服は黒にしたいタイプなんだな、お前。はい、じゃあ、靴はそれでいい。靴はピンク。おー、かわいいピンクの靴。これで大体かな。あ、パンさん、じゃあ残り全部どこ、残り全部何色ちょっとね、細かいところが空いてるんですよ。あ、これでいい？はい、これね。はい、赤、初めて来た赤。残り全部。目も残ってたんで、目も赤になります。ね、このなんか、背中のマント、これ、なんだ、足元から見え隠れしてる。ダメだよ、食べちゃダメだよ。ダメ。よし、これはもうお役御免です。よいしょ、残り全部だから、この周りの装飾、この星とかも全部赤ですね。あ、でもハートもあった。あとは赤で合ってます。いいかもしれない。やばかった。あ、これ最後の赤で結構良くなったかも。パスタ邪魔。パスタ邪魔だ。邪魔だ、パスタ。邪魔だ。ほら、待て。あ、なんかイヤリングもあった。イヤリングはもう残り全部つったから、もうイヤリングは赤だもん。よし、完成。パスタ完成したら行っちゃった。完成。ほら、お前のセンスだぞこれ。じゃあ皆さん、見ますか。ドゥル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 、パスタ一緒に、ドゥルドゥルドゥン。これはひどい。これはひどい。ちょっとここら辺にアップで映しておきます。これまず顔が緑っていうのが全てを決めた気がします。顔を緑にしてしまったから、もう何をどうしようって。ちょっとこれはやばいな。これまずいだろう。お前が選んだんだぞ、画伯。パスタ選んだ。
ということで結構楽しいですね、これフリークラの塗り絵めっちゃあるから、めっちゃあるから、これもしよかったらライブとかでやれたら楽しいですね。ライブちょっといつできるかわかんないですけど、なんかガイドライン違反みたいな感じで警告になって強制終了になっちゃうんで、ちょっと理由がわかんないですよね。今いろいろちょっと試してみてるんで、そのライブの時にぜひ皆さんでやりましょう塗り絵これは楽しいぞこれやばい、塗り絵でした。バイ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  Cheese the weasel, the monkey box was all in good fun.